ジャンスタ・ロバンスキー、ジャンスタ・ロバンスキーは、スイスの哲学者、批評家、ユダヤ系ポーランド人の両親のもとに、ジュネーブに生まれる。医学博士号取得の後、モンテスキュー、ルソーラ18世紀フランス文学、思想を研究し、ジュネーブ大学で教えた。1958年精神分析的方法によるアプローチで、ルソーの世界の内的構造を解明し、 博士論文、ルソーにおける透明と、障害を発表、フェミナバカレス故障を受けた。ジュネーブ大学教授を務め、後名誉教授、フランス学士院会員。文学研究や、批評の方法論に関する研究、医学と文学の接点をなすとも考えられる。メランコリーを主題とする著作など、活動は多岐にわたっている。同時代の文学についても、ピエール・ジャンジューブ。 モーリス・ブランショ、クロード・シモン、イブ・ボヌフォアなどの作家を主題とする、研究、批評、工程などの仕事があり、美術にも造形が深い。なお名前の発音について、小西義之は自由の喪失役者解説で、スタロビンスキーが正しいとしていたが、後、絵画を見るディドロで訂正した。ありがとうございます。